皆さん、こんにちは。帝京大学全学部定員割れという話をしたいと思います。よく誤解されるんですが、私は特定の大学の悪口を言うみたいな意図で動画はやってません。全ての大学を褒めております。本当です。私は何せ、おそらく日本で唯一、800個ある日本の大学全部行った人です。で、ネット上で よくあるような偏差値が上だから下だからあそこが偉い偉くないとかですねあるいはいわゆるエフランをバカにするとかそういうことは一切やりませんすべての大学を褒めますなんですが私も大学経営を専門にするコンサルタントでコンサルティング業をやっていますから心配な大学については強い関心を持っているんですねなので、まあ、そういった学校を紹介していきたいなということで 帝京、えー、大学2021年の入試、全学部定員割れしています。なお、2022年度入試は、まあ、ちょっとまだ分かんないということでですね、この、医学部はまあ、ね、たった一人ですから、誤差の範囲でしょう。これは忘れましょう。でも、他の学部、結構深刻なんじゃないのかなと。で、その入試の志願者数で、まあ、ここは人気あるんじゃないかみたいなのは、 表面的には皆さんですね、ネットでニュースになってますけど、本質的には入学者数なんですね。これを考えたときに、帝京大学は当然、優れたところがいっぱいありますし、まあ、経営状態も良いですし、今後も生き残る、日本に必要とされる大学です。ただ、この入学者数がですね、まあ、定員以下になっているということについては、ちょっと心配だなということで、まあ、医学部は別格なんで置いといて、薬学部、 ほとんど一般共通テストで入ってるんで、まあ、これは問題ないんじゃないのかなと。ただ、薬学部、は割と定員多いですね、320人。で、帝京といえばやっぱりなんといっても、巨大な経済学部、学部定員1570人もいるんですね。ここだけで8000人ぐらいの総合大学みたいになってるという。で、帝京経営学部とか小学部がないんで、経営学部がここに包括されちゃってるわけですね。 この巨大な経済学部が大きく定員割れしていると。で、見ますとですね、一般共通テストで410人、13人入っているんですけど、総合型541人って凄まじい数字ですね。これ何だろうと。まあ、指定校も結構取ってはいるんですけど、でまあ、法学部も一般より総合型の方が多い。文学部もそうだと。外国学部もそうだと。まあ、教育学部、さすがに一般多いんですけど、 それでも入学定員の3割ぐらいでしかない。ということで、理工学部が一般でかなり入ってます。これは理工学部だけ栃木県の宇都宮市にあるんで、本部にないんで、八王子とかこれはもう、その、地方国立おちを一般で取れてるんだろうなというところで、であとはですね、 まあ、提供は医療系もかなり拡充してますので、大きな医療技術学部持ってるんですが、まさか医療系まで定員割れしてるとはと。でここも総合型で200人以上取ってて、まあ、学校推薦型も多い。で、指定校多いんですけど、その、どうでしょうね、マーチとかと比べても、まあ、今どき指定校でいっぱい取るの、こんなもんだろうっていう感じがしますね。で、思ったより付属から来ない。まあ、経済がっつり入ってますけど、ちょっと私、他の動画で、 提供っていうのはたくさんある付属校からどんどん取ってるみたいなこと言っちゃいましたけど、ちゃんとデータ見たら違ってました、すいません。まあ、ただ、提供平成、提供科学とグループありますから、これグループ校を入れると、付属で行く人ってだいぶ多いのかなと思うんですけど、それよりもこれではっきり分かったのが、提供大学というのは総合型選抜でものすごい人数を取ってると。でえー、九州にある福岡医療、まあ、ちょっとここはマニアックですけど、まあ、ここも定員割れしてまして、 まあ一般が結構いますけど、総合型選抜結構取ってて、指定校めちゃくちゃ多いということで、ひ一言で言うと、総合型が多すぎる、これはちょっと怖いですね。総合型選抜っていうと、慶応義塾の SFC とか、最近だと国公立大学のような、特に優れたものを持ってる高校生がこう来るというのが、ちょっとこれだと、まあ、正直なところ、ザルのような総合型選抜ではないのかという気がしてきます。そうは言っても 一般協定での入学者数、まだまだ多いので、提供は今後どうなっていくんだろうということで、一言で言うと、なんか最近の提供って、割と一般選抜も学力重視のイメージ、強く打ち出してるんですね。で、一般協定の受験者は一定数確保できてるので、学力重視で行く大学っていうイメージは実は提供にはあります。すなわち、定員減すればいいんですね。ちょっとでかすぎるんですよ。 薬学部も320は大きいんじゃないかな。正直、僕200人ぐらいだと思ってました。で、あとやっぱり大きすぎる経済ですね。まあ、そのあたりも含め、入学者数にぴったり合うぐらいまで定員を落とすべきじゃないかと思います。まあ、それでも別に十分に経営していけると思うんですよね。で、まあ、少子化も進みますし、定員減をする。それと、やはりちょっと異常に多い総合型選抜を少し減らした方が良いのではないのかなと。 マーチみたいに指定校を高校にばらまいてガンガン集めたりその付属からですねどんどん人を取るみたいなやり方というのはちょっと提供ではできないなという感じがしました。なのでまあ衝撃的な全学部定員割れっていうテーマにはしましたけどそもそもちょっとこの子どもが減っていく時代に大きすぎるんじゃないのかなというだけで提供大学そのものに価値がないわけではありません。こう上手に縮小していけば、まあ、十分。 社会に必要とされる大学として生き残れる大学だと思います。